子育てって、こういう時は叱ってあげた方がいい、こういう時は抱きしめてあげた方がいい、こういう時はほっといた方がいいんだって、そういうことの連続ですよね。どっかで頭で決めてるわけです。でもどっかで学んだことはないでしょ、習ったことないでしょ、習ったことないのに、ここはほっといてあげよう、ここは褒めてあげようって、どうしてこう言えるんですか。それは自分の中に、小さい時にはそういうふうにやってもらったっていう記憶があるからなんです。だから子育てっていうのは、かなりが、まあ、親にやってもらったこと、あるいは自分が子供の頃にやってもらったことを、形を変えて、まあ、再現してる面が強いんです。だからもう、なるべくこの世代で、いい体験をさせてあげるっていうことが、その子は親になった時に、いい、親になっていくっていう大事な条件になるってことがありますよね。じゃあ、幸せに子供を子育てするっていう条件は、もうその方がお子さんの頃から実はもう。そう。だから、そういう意味でね、温かい家庭で育ったっていうお母さん、お父さんだったらね、それほど保育士さんたちも、あの家庭では大変よねっていうふうなことを、それと心配しなくてもいいかもしれませんよね。もちろんね、そうだったけど、今、シングルになって、経済的で大変で、もうゆとりが全然ないということで、なのに子供が甘えてばっかり来るっていうことでね、いかにしてよっていうね、気持ちになっちゃうことが、これはいくらでもありますよね。ですから、いい家庭で育ったから、上手になる。あるいはダメな家庭で育ったから、絶対同じようにダメになるって、そんな綺麗にはいかないです。いかないんだけども、やっぱり愛されたっていう体験が十分ない人にとっては、子供を愛するっていうことは、どういうことかっていうことをね、上手に見つけていくっていうのは、そうじゃない人の何倍も苦労が必要なんだ。だからそういうモデルをね、やっぱりいっぱい見せてあげて、ああいうふうにすればいいんだなっていうことを、お母さん自身が親になってから学ぶっていう場を、やっぱり上手に提供しなきゃいけない。だから親同士が、親自身が友達をやっぱり作らなきゃいけないってことですよね。なかなかでも大人になって、そういうふうに話せる相手っていうのを見つけるのは難しいかなとは思うんですけど。そうですよね。今特にやっぱり、今の社会で報道されているような虐待ケースっていうのは、もうほとんど例外なしに孤独なお母さん、お父さんがやってるんです。ほとんど本音でいろいろ悩みを相談したりとか、そういうことができないまま、溜まったストレスを全部自分だけで解決しなきゃいけない。